じゅんちゃん、タミーの音楽音好奇心。どうも、クローバーズタメントです。2023年、新企画がスタートします。タイトルは、じゅんちゃん&タミーの音楽音好奇心。YouTube で知り合った、稲垣じゅんさんという方がいて、番組内ではじゅんちゃんと呼ぶんですけど、このじゅんちゃんが、音楽にめちゃくちゃ詳しい。でその僕も音楽好きで結構知ってる方かなと思ってたんですけど、もう全然もう相手にならないというか、もう本当に僕の知らない音楽の世界をいろいろ知っていて、洋楽邦楽問わずもういろんなジャンル、いろんなこう時代の音楽を教えてくれるので、もう師匠、もう僕の師匠なんですけど、そのじゅんちゃんが教えてくれるこの音楽の情報を、この僕自身すごくためになってるんですが、それを子供たちとか、もし、もう例えばそのこの番組見て、実は私も音楽好きなんですよっていう方に、皆さんの知らないこんな素敵な音楽があったんですよとかっていう、こう企画になればなと思って始めました。それでは第1回目で紹介する音楽はテンプターズ。じゅんちゃんに紹介してもらうまで僕テンプターズって知らなかったんですよ。それで紹介された音楽を聞いて興味が出てきて、ちょっとネットで調べてみたんですが、テンプターズは日本のグループサンズで、こう1967年デビュー、そしてこう1970年11月に解散したバンド。活動期間実はそんなに長くない、いやグループサンズ知らないのかな、まあ、とりあえずその67年から70年デビュー、活躍したバンドで、そのバンド、メンバー紹介しておきますと、リードギターボーカル松崎義晴さん、ボーカルハーモニカ証券こと萩原健一さん、そしてギターキーボード田中俊雄さん、ベース高久昇さん、ドラムス大口博さん、以上5人編成のグループサンズのバンドとなります。僕はテンプターズは知らなかったんですよ。でも証券は知ってたんですよ。この証券さんが役者になっていて、お芝居していて、で時々というか、そのたまに歌番組で例えば愚か者よとか、そういう歌をこうワイルドに、こうまた歌声もすごくなんかこうハスキーボイスというか、そういうイメージがあったので、この証券さんがテンプターズいたっていうのも驚いたんですけど、さらに驚いたのは、このテンプターズで歌う証券さんの歌声を聞いて、優しいんですよ。このワイルドさがどこにもない。確かに曲かっこいいんですよ。ちょっとローリングストーンズっぽくアレンジだったりとか、かっこいいんですけど、歌声は、あれなんか、違うぞ、証券さんみたいな。だそれもうすごい証券を知ってる方、僕ら世代は多分、お芝居をする証券さん、この愚か者よとか、そういうなんかこうワイルドに歌う証券さん知ってるんですけど、このテンプターズの証券さんの歌声を聞くとすごくびっくりすると思います。さあ、それではじゅんちゃんに紹介してもらったテンプターズの名曲を紹介しましょう。湖は色を変えたのさ、君の瞳のくれないの、僕らは若いけど会いに来ている。
僕らを分かってほしいのさ。海よりも深く愛し合っている。腕に傷をつけて腕と腕を重ね、若い愛の血潮を分かち合った恋は誰も誰も壊せはしない。ああ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 、神様お願いだ、僕のあの人に会いたいのさ。ああ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 、神様つらいんだ、今日も待ったのに来なかった。お願いがあるの、恋があるなら何もいらない、お前がいれば何もいらない、昨日のことも明日のことも悩むことない、今ひととき愛し愛され今日必要。初めて聞く人多いと思います。僕もそうでした。あの順調見てたんですけど、桑田佳祐さんがカバーしてるあの神様お願い、これは僕も聞いたことがあって、あ、元歌テンプターズだったんだっていうのを後で知りました。桑田佳祐さん、あのテンプターズのことが大好きだったみたいで、あの稲垣さんが紹介したみたいな神様お願いをカバーしてるんですけど、その他にも、エメラルドの伝説、お母さんといった楽曲、テンプターズの楽曲をこうカバーして歌っていて、多分桑田佳祐さんはテンプターズの大ファンだったんじゃないかなと思います。今回はテンプターズのこの撮影にあたって事前に純ちゃんに電話であのテンプターズについて聞いてます。テンプターズのやっぱあのすごいかっこいいなと思うんですけど、このリアルタイムで見ていたあの稲垣さんから見たこのテンプターズの魅力教えてほしいなと思って。魅力はですね、まずグループサンズの中では珍しく、大半の曲をリーダーの松崎さんが作るんですね、はい、これで、ギターがやっぱり、当時ではちょっと黒っぽいサウンドっていうか、はい、ストーンズであ るとかそういうリズ&ブルースから
来てるリバプールサウンドですね、はい、そういうのをうまく曲に乗せてるっていうか、はい、そういう、独自性のバンドであって、その中でメインボーカルの証券が、はい、美しい不良というか、そういうイメージでしたね。ああ、それすごいぴったりの言葉ですね。稲垣さんが これ一番好きだなというか、一番おすすめの曲ってどの曲になりますか？これ残念ながらテンピターズの、松崎さんが作った曲じゃないんですが、はい、ダントツで好きな曲は純愛っていう曲なんですね。あ、はいはい、紹介しました。はい、村井邦彦さんが作曲した曲でエメラルドの伝説と、はい、2曲ヒットしてるわけなんですけど、はい、曲がですね、証券のこのキャラクターにすごいぴったりというか、はい、純愛がダントツに好きなんですけど、はい、その次に好きなのが今日を生きようっていう曲なんですけど、はい、その、今日を生きようのなんていうんですかね、ちょっとドラマティックな感じの、はい、曲なんですけど、はい、それがまた証券の魅力を醸し出してるというか、はい、はい、そういうことですね、はい、僕稲垣さんに紹介してもらった曲の中で秘密の合言葉がかっこいいなと思ったんですよ。私もそれ好きです。そういうギターサウンドって言いますか、はい、それがまたグループサウンドの中では結構テンプターズのギターがちょっと独特な部分がありますよね。ローリングストーンズのなんか黒く塗るにちょっと似てるかなとか思いながら、似てますよね。だからそれかっこいいなと思って、はい、だからちょっとテンプターズハマりそうです。先ほど電話でジュンちゃんと話してまたちょっとテンプターズ情報入ってきたんですけど、メールでやり取りするともっとすごいいろんな情報があるんですよ。でちょっと抜粋して読み上げると、証券、萩原健一さんは、テンプターズに入りたくて入ったのではなくて、たまたまパーティーでの演奏に出くわして歌う機会があった。で、その時に、当時のボーカルが病気だったとかで、加入することになったらしいんですね。で、これはタイガースのジュリーの加入とよく似てるよっていうこと、タイガースの時にこの話も多分出てくるんじゃないかなと思います。ジュンちゃん、実は証券さんに憧れてたらしくて、太陽に吠えろ、傷だらけの天使、千百お袋様とか、役者になってさらに憧れたが、唯一、ソロ歌手、萩原健一は好きではなかった。テンプターズ、役者好きなのに、ソロ歌手としては、あまり受け入れられなかった。なぜかというと、わざとダミ声で歌う証券は、このテンプターズの時のように、この美声で、美しい声で、この男の色気すら漂うテンプターズともうすごく様変わりしてしまった。それがもう残念だった。もうそれがこの、純ちゃんがこのソロ歌手、萩原健一をちょっと苦手とする理由らしいです。でも、そうですね、僕ら世代は逆にそのテンプターズを知らなかったので、そのお芝居もちょっとワイルドだし、歌声もワイルドなので、それが証券。それが萩原健一さんだと思ってたので、このテンプターズを知ってる人が、その後の証券、役者、証券、そしてソロ歌手、萩原健一を知った時に、やっぱ違和感を感じたのかもしれないですね。もう最初にテンプターズの歌声を聞いてると、またそれが自分の青春時代を支えてたりすると、やっぱり、そんな歌い方しないでよとか、テンプターズの頃みたいに歌ってよって気持ちになるのはちょっとわかるような気もします。2023年新企画、ジュンちゃんとタミーの音楽温故知新第1回目テンプターズ、いかがだったでしょうか。紹介された時も本当にテンプターズ知らなかったので、グループサウンズどうだろうとか思ったんですけど、聞いてみたらめちゃくちゃかっこよくて、証券さんの美しい歌声にびっくりっていう、同じように知らなかった人はちょっとした衝撃とか感動されたんじゃないかなと思います。
紹介した楽曲はもうすべて概要欄にリンク貼ってますので、 YouTube のリンク貼ってますので、それを見てお聞きになって、また感想など伝えてもらえたらなと思います。もう音楽温故知新、これ僕ちょっとあの本当に知らなかった音楽を知ることもできるし、またそれを次の世代、うちの子供たちや音楽好きでそういう情報に飢えてる方たちにとってもすごいあの素晴らしい企画になるんじゃないかなと思っているので、できたら長く続けていきたいと思ってます。師匠、純ちゃん、よろしくお願いします。次回の純ちゃんのために音楽温故知新、取り上げるのはザ・タイガース。ザ・タイガースはちょっと知ってるんですよ。あの再結成した時に色付きの女いてくれよっていう名曲をもう残してるので、その曲すごく大好きだったっていう、そしてそのバンドの方たちが後にこういろいろ活躍してる、それまた紹介したいなと思います。さあ、それでは音楽温故知新いつまで続くのか頑張ります。ではまた。純ちゃん、タミーの音楽温故知新。